タン。じゃあ俺は行こうか。この音は？また行きます。この音にちょっと警戒してますね。うわ、行きましょう。お、目がすごい綺麗になった。お願いします。どうだやん、なれたかやん。はい、すごい甘えてきた。全然最初のことで別人に。背中が、ああ、ね、皮膚がなんか赤っぽいんですよね。よしよしよし、ほなやっと薬つけて虫食い出すもできるかな。よいしょ、いや、シャイオシャイオシャイオ、知らない、あともつけず、はい。ね、なんか白身っぽいそうな感じの。この辺はなんか髪っぽいですけどね。あ、顔はね。顔とこの足みたいな、ね、ちょっとカビか。こっちは白く、わかんない、ついてない。あ、うん、あ、皮膚が、うん。それもカビっぽいですね。ですか、うん、まずでもアロマつけたらいいよ。いいね、うん、2、3日過ぎたらシャンプーして。はい、皮膚のとこ、こっち当たっていました、ね、これか、うん、ウッドと当ててみち、うん、ウッドとちょうだい。おはようございます。この白く光ったとこね、はい、見てね、これがカビがついてると思われます。で、カビがついてると白く光っこう、ね、青っぽい色、ね、あ、そう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 、これね、レンズから見てみたり、ね、うん、これね、だからみんな心筋がついてると思われます。ついてるとこういうふうにね、このライト、ちょっと特殊なライトなんですが、汗もしやすいし、ね、シャンプーだから、シャンプーすればいいさ、はい、ただ薬つけたんで、今日は、うん、2、3日シャンプーしないでね、しないでください。そうすると、このお腹に海中があれば海中も出るし、これでのみと耳だに海中、みんな全部効くしね、はい、あとはシャンプーは、うん、お疲れ、なんか猫カビだったようですね。ちょっと薬を塗ってもらったので3日後ぐらいにシャンプーします。この赤い花も猫カビだったようです。原因が分かってよかった。